りしました、影村です。今日はですね、リスナー様からコンテナヤードいいところあったら紹介してほしい、あの写真映えるところですよね、紹介してほしいということで、ちょっとね、南港に心のあたりあるあのコンテナヤードありますんで、ちょっとそこまで、行ってみますね。よかったら一緒に見てください。はい、それでは今日はですね、マニュアル操作、入りのアングルで撮影してみます。で、コンテナヤードの方なんですけれども、その写真映えがするかどうかはちょっと微妙なんですけれども、コンテナいっぱい積んでるところが南港にありますんで、そこはリスナー様に教えてもらったんですけれども、ちょっとそこまで、今から行きますので、ちょっと試しに写真も撮ってみてみたいな。なかなかね、コンテナがこうバラ積みで置いてあって、そこで映せるっていうところは少ないかなって思うんですけど、久しぶりにWRX 運転するんですけれども、やっぱクラッチで重たいですねあー、でも今日は今夕方の3時なんですけれども、昼までちょっと店開けてて、昼から雨降ってるからウーバーイーツ走って11軒走ってきたのかな。でもちょっともう体力的にやっぱりいっぱいいっぱいですね。もう11軒走ってご飯食べてなかったから、もう低血糖でやばいっちゃうかいうぐらいになっとって、で車にあったチョコ食うてなんとかしのいだんですけれども、やっぱもう年ですね、あんま無理したらあかんなーっていう感じです。まだちょっと南港まで時間あるんですけど、南港の先島トンネルをくぐって、でね、2個目の交差点を左折でまっすぐ行くだけです。でね、そのコンテナヤードですよね、ちょっと一回そこ偵察して、でね、前にアマゾンで行ってたところの倉庫の近くもなんかちょっと撮影スポットあるのかなと思って、南港大橋のちょうど下ぐらいにそのアマゾンの倉庫借りてる倉庫があるんですけど、そこなんか撮影できるかなと思ってちょっと一回行ってみます。でもね、裏七巻の方が撮影スポット的には全然ありやと思うんですけどね。とは舞島はない、舞島夢島はないでしょうね、撮影する場所スポット的なところ。形の煙突の消火、ゴミ焼却炉があるところで、まあ前誰か写真は撮ってましたけどね、あんまり止まるんかな。マンションに配達に行きました。右側なんかその住所入れてもあっちの方にこうピンが立つから言って、なんかお客様注意事項にピンズレで、本当は1階に中華料理のあるマンションです言って注意事項で書いてました。あ、隣の音かギーギーギーって言ったから何の音かな思ったら、なんかスターター回しはりましたね。
ブルギーニあれ、ウルスが止まってるんですよ。関西スーパーにいつも買い物行ってて、でこうちゃんラーメンいうところのラーメン屋で飯食ってみたいな。様に教えていただいた場所からあんまり映え、前に1回だけそこ出したことあるんですけど、人集まりすぎてね、なんかこう写真映えせえへんように、なんかトラックとかがぐちゃぐちゃっと置かれちゃって、でそんななってもちょっと嫌やな思って、こう動画で紹介するの、まあ、僕的にはあんまり影響力がないから、そんなに前に紹介しても大丈夫やとは思うんですけどね。なんかネズミ取りやってるのかな。ネズミ取りというか、なんか取り締まりですよね、あれは。誰に。
去になるんですよね確か。まあでもインパクトがあるといえばあると思うんですけどね。ロータリーになってるんですよ。ロータリーが小さくなっているあ、そうそう、ゴミいっぱいね捨てるからちょっとね、ロータリーがの木が邪魔か。ちょっと移してみましょうか。ちょっと移し方によってはありかな。あの入り口っていう看板がちょっと邪魔なんですけどね。笑うとこちゃうし、昔この辺でなんか押し掛け、クラッチのなんか撮影しに来ましたよね、 VAB 買って。懐かしいな。病気してからなんか知らないですけど時間経つのがなんか異様に早くなったというか、こっちのね岸壁に出たら確かねコンテナ積んでるところがあったはずなんですけど、あった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 、なかなか、おお、サンフラワーおる。ここまだ金網木があるだけでまだありなんちゃうかな。こっちはもうコンテナないもんね。じゃあ僕言うてたところ行きましょうか。これ左行ったら野鳥園なんですよ。ちょうどまあ、VAB 乗ってはったらこの辺ドライブも楽しいでしょうし、
先島トンネルから出てきて2個目の信号ですねを左、これを左、これまっすぐでしたマップ見たら あっちに続いてたからガンは方向音痴やわ。鉄線の金網があるからちょっとあんまりあれかな。写真の撮り方によってはね、網が入らへんからちょっとなりなんちゃうかなと思うんすけどね。どうなんやろう。この敷地の中絶対入ったらダメです。空いてるんですけど、
ちょっと奥にあるかな、コンテナが。こういう感じで、これ対面通行やからちょっと気をつけてもらった方がいいんですけど、角度的にちょっともう一つですよね。写真撮ってみましょうか。もうちょっと前に行ってみましょうか。ここアマゾンの軽バンがめっちゃ飛ばして出てきたりするから、ちょっと絶対気をつけて走ってください。もし行くねやったら、こっからアマゾンの軽バンがボーン飛び出してくるから絶対気をつけてください。参考倉庫ですね。ここはどうなんや。一応写真の方を、載せてます。やっぱりこうちょっと金網とかがあれで、なかなかこうビシッとこう綺麗に撮れるあれじゃないんやけど、この下がねちょっといってめっちゃへこんでるし、下がまあまあ、そのもう一つ整備されてないからあんまり綺麗な写真は撮れないですね。一応こんな感じです。すいません、今日は簡単なんですけれども失礼させていただきたいと思います。